今日はこのようにしてツイッターで万バズしたので、おにょんちゃんになる方法を解説していきたいと思います。本当に自分で自分のことをおにょんちゃんに似てるとかは1ミクロも思ったことないし、本当にただ憧れてるだけなんで、ツイッターでもうバズっちゃって本当に嬉しい反面、こんな顔面でバズっちゃっていいのみたいな感じもあるんですけど、まあ、世の中おにょんちゃんになりたい女性なんてたくさんいるじゃないですか。で、髪型とかメイクとか研究したことをちょっとでも共有して参考にしてもらえたら嬉しいなって思ったので動画を撮りました。結構本当にチークの塗り方とかリップの塗り方とかも今までのメイク動画と方法が全然違うので、ぜひ最後までちゃんと見てください。それではすっぴんへレッツゴー。ティルティルの化粧下地がもうね、めちゃくちゃ良くて、最近下地はこれしか使ってないです。めっちゃブルベになれます。私なんかブルベ夏なんですけど、ブルベブルナって TikTok のコメント欄とかでは怒られるぐらい肌が黄色いんですね。この下地塗ると本当にめっちゃ白くなるんで、愛用してます。モニョンちゃんみたいになるために、一旦下地で白くします。これです。クッションファンデポンポンポンって置いていくように塗っていきます。はい、塗れました。そしたらティルティルのコンシーラー、一旦黄色を、今ニキビがあるんで一旦黄色を重ねます。そしたら次にオレンジをその上に重ねます。そしたらそれをぼかします。そしたらいい感じにニキビが隠れました。パウダーがこれです。パーフェクトダイアリー。このパウダー本当にめっちゃいいです。めっちゃ粉も合う。サラサラでベビーパウダーみたい。オニョンちゃんの肌ってマジ赤ちゃんみたいだから、赤ちゃん肌目指して。待って、むせそう。粉まえすぎ。粉雪。はい、まんべんなく粉をまぶせました。そしたら次アイブロウやっていきます。これです、セザンヌ。まずこの下のラインを描きます。こういう感じで下の輪郭先に描いたら上の輪郭も描きます。こういう感じ。そしたら眉尻の中身だけ埋めます。埋めたらここが一番濃くなるように、間薄眉でいきたいんでぼかしていきます。これで眉毛の完成でーす。めっちゃ綺麗、割れながら。反対側も同じように描いていきます。で、眉尻埋めたら中を動かす。眉毛の完成です。で、大体この口角から目尻で延長線上で眉毛が終わるように描いてます。ここで眉毛が終わるように。そしたらノーズシャドウやっていきます。ノーズシャドウがパーフェクトダイアリーのアイシャドウで全部済ませちゃいます。これです。この淡めの茶色を取ってください。で、結構ノーズシャドウ濃くなっちゃうんで、本当にちょっとだけ取ったらふわっておいてください。ふわっておいてからそれをなじませてぼかしていってください。
こういう感じにかけました。そしたら鼻の先もチュンって置いて、ここもチュンって、この逆の8の字に置いたらそれを動かします。でポイントはこの鼻の下も動かすと鼻がチュンって見えるんで、ここも動かして、余ったのでこっち側もぼかしてあげてください。鼻の下この部分で、これでノーシャドウは完成です。そしたら残ったので人中短縮で、ここにも入れるのと、唇をぷくって見せたいんで、この下唇の真下の影にしたい部分にもちょっと入れます。そうすると唇がぷくって見えます。セザンヌです。なんかオニオンちゃんハイライトをピンクにしてるみたいなのを見て、パールピンクっぽいハイライトを使ってます。鼻の頭に指先でチョンって入れて、そしたらこのこことここに入れます。もう間には入れないです。そしたらアイメイクに移っていきたいと思います。ザ・パーフェクトダイアリーのアイシャドウ、まずこの色を取ります。これをまぶた全体に薄くふわっとのせていきます。反対側ものせていきます。OK。 そしたらこの色を取って目尻に入れていきます。グラデーションになるように入れてください。反対側もやっていきます。はい、こういう感じです。そしたら、そういう筆で、今塗った同じ色を取ります。そしたら、この、本当に、目の際に塗っていきます。こういう感じ。今度、この隣の、もっと濃いめの赤を入れていきます。まず、目尻に入れます。こういう感じ。反対側も入れる。目尻の上にも入れます。二重の線があるじゃないですか、それに沿って入れるといい感じになります。で、まつげやっていきます。ビューラーで上げます。根元から上げて、だんだん毛先に向かってグイ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 ってやる感じで上げます。まつ毛が上がったらマスカラがパーフェクトダイアリーです。オニオンちゃんってマジでめっちゃ束感だけど繊細なまつ毛じゃないですか。こういうブラシが細かいマスカラを使うといいと思います。これをスーって上に塗っていくんじゃなくて、まつ毛にたくさんつくようにこうやって横にスライドしてください。これをうまく束にしていきます。そしたら束感まつげができました。私はだいたい6本ぐらいの束にするのが好きです。反対側もやっていきます。だいたいなんとなく束になったらまとめます。束感まつげができました。前髪がちょっと癖ついちゃうタイプなんで一回外します。そしたらアイライン、アイラインもセザンヌです。目に形は沿わせるんですけど、オニオンちゃんは結構キュインって跳ね上げてることが多いので、目に沿わせてもういいかもってぐらいの時にカーブして跳ね上げていきたいと思います。こういう感じのアイラインを描きます。こういう感じ。そしたらほくろもアイラインで強調させちゃいます。オニオンちゃんと同じ位置にほくろがあるのでそれを濃くします。
けしたら涙袋に移っていきたいと思います。涙袋もセザンヌのアイブロウペンシルで描いちゃいます。涙袋描く前にインラインっていうのを描きます。これ描くだけで全然目が大きく見えるんで、目尻の下に風に描いてください。ちょっと動かします。反対側も同じように描きます。そしたら涙袋なんですけど、おにゃんちゃんは結構くっきり描いてるっていうよりかはぼんやりふんわり描いてる感じがするんで、涙袋もアイブロウで描いちゃうのと、私の場合この毛小ひだがあって、ここにねクマみたいな感じで影があるんで、そっから描いていきます。こういう感じ。花粉症辛すぎて鼻水垂れてくるんで、一回これで涙袋を描きます。こういう感じで描きました。もう一度このパレットでこの色を太い筆にとって、この涙袋がこうやってあって、ここはもう影がここで閉じれてないから、ここを色で締めます。封を閉じます。こういう感じ。ちょっと変わったでしょ、印象。グラデーションで。そうすると、こっちよりもこっちの方が目が大きく見えると思います。反対側も同じように。こういう感じ。そしたら、この大粒のラメを、この黒目の真上だけに塗っていきます。この茶色っぽいやつを涙袋全体に塗っていきます。ちなみにマットな方がいいです。一旦マットなので、涙袋を膨らまして、こういう感じ。そしたらぷくって見えるでしょ。そしたらオニオンちゃんの涙袋って結構ピンクな感じがするんで、細かいラメが入ったピンクっぽいアイシャドウを黒目の下にのせていきます。なんかピンクっぽくなって可愛くなります。そしたらさっき黒目の上にものせたこの粗いラメを、黒目の真下だけじゃなくて、本当に黒目の中の目の中の中心の真下に、本当に一点にポンってちょんって置きます。余ったのを目頭にも塗ります。そしたら次、一番大事なチーク、ヒンスでーす。色めっちゃ可愛くて。おにょんちゃんはチークの位置が結構目の真下、涙袋の真下って感じなんで、そこに塗っていきます。この涙袋の下から鼻の頭までの位置、このエリアに集中的に塗るって感じです。かわいい。もうかわいい。こういう感じ。もうチークで一気におにょんちゃんっぽくなります。で、このヒンスのやつが、ハイライトが多分チークに入ってて、すっごいツヤが出るんですよ。やばくない？ツヤツヤ。で、おにょんちゃんってほんとツヤツヤじゃないですか。このヒンスのチークめっちゃいいです。こっち側も塗ります。同じ位置。かわいくない？そしたら、鼻の頭にもちゃんと塗ります。鼻の頭にも塗ると、うさぎさんっぽくなります。で、顎にも、ちゃんとちょっとだけ塗ります。塗りすぎると顎怪我しちゃった人みたいになるんで、ほんのり。次、リップ。リップも大事です。リップペンシル。リップペンシル使ってオーバーリップにしていきます。おにょんちゃんもオーバーリップしてるし、私も上唇薄いんで、オーバーリップ絶対します。まずこの上唇ほんと薄いじゃないですか、下唇に比べて。この上にオーバーに M 字になるように描きます。こういう感じ。そしたら下唇も、私ここが薄いんですよ、ここはぷっくりしてるんだけど、だから
ここもぷっくりさせて、ちょっとプルンって唇にしたいんで、こっち側もかけます。こういう感じ。一旦唇の輪郭を一層増やしてから、マジでこれむっちりもっちりって感じのモニョンちゃんみたいな唇になるんで塗りますね。もう可愛い。そしたら上唇のオーバーリップにしたところもう手に塗っていきます。やばくない？めっちゃ可愛くない？オニオンちゃんみたいな唇になります。これだと色素薄いかなとも思うので、ロマンのデュイヒルウォーターティント内側だけに重ね塗りしていきます。めっちゃ良くない？マジで良すぎ。で、ウォニョンちゃんのチークって、もうちょっと青みピンクっぽいなと思うんで、重ね塗りします。セザンヌ。重ね塗りします。そうするともうちょっとね、肌に馴染みます。で、もうすでにツヤツヤなんですけど、ウォニョンちゃんってマジでレベチながらツヤツヤなんで、パーフェクトダイアリーのハイライトでもっとツヤツヤにしていきたいと思います。これ本当にね、めちゃくちゃキラキラになるから取って、ここにかぶせます。ちょっともうね、本当にウォニョンちゃんなのってぐらいツヤツヤになります。そしたら、メイクは完成でーす。あ、で、カラコンが言い忘れちゃってたんですけど、オーレンジのリアルリングのグレーです。着色直径はちっちゃめなんですけど、目がめちゃくちゃ大きい人とかは、これじゃない方がいいかもだけど、私みたいに、目が結構、すっぴんだと結構細めだよって人は、これめっちゃちょうどいいと思います。そしたら髪の毛も説明していきまーす。まず、この耳より前の毛取ります。で、耳より前の毛は、外巻きします。顔の横に、顔の横で、一旦、置きます。で、一旦置いたらほどいて、こっから下を外巻きしていきます。そしたらこういう感じに巻きました。で、これ以降の後ろ髪は波巻きしていきます。こんぐらい手に取ったら、まず一番下を外側に向けて、くるって。で、この離す時にパカって離すんじゃなくて、なんかね、ずらしながら離していくと、これ見えるかな？綺麗にカールが作れます。そしたら、このまま髪の向きが変わんないように持ちながら、今度、こっち側に巻いていきます。で、これコツがあって、このままやるんじゃなくて、ここを持って髪の毛が丸く巻けるようにやると綺麗に巻けます。強めに巻けます。ここはスッて離しててください。そうすると綺麗に巻ける。これの繰り返しです。これもここを持ってこうやってグッて引き寄せます。そうすると丸く綺麗に巻けます。で、ここも巻くときも上からグッて押さえて、そうするとめっちゃ綺麗にね、波巻きができるんですよ。これを顔周りの外巻き以外は全部やっていきます。もう黙々とやっていきます。スッと上から巻いて、上から押さえつける。10秒ぐらい経ったら離す。よし、今度は引き寄せる。10秒ぐらい経ったら離す。
したらこのルーティーンでね、全部きれいに巻けます。残り1束ぐらいになったらもう内側からやっちゃいます。OK、 左は完成しました。でほぐさないでまだ置いておきます。で右側も耳の前の毛を取ったらここだけ外巻き、一旦顔の横で巻き、下ほぐして下を外巻き。 OK、 そしたらここから後ろは波巻きのルーティーンです。本当にスーッと通して下の方は外側に向けてくるんって離して上から通して、ここは上から押さえつける、丸くなるように顔の毛が。10秒経ったら離して上から通して、ここは引き寄せる、丸くなるように。10秒ぐらい経ったら離して上から通して、ここはまた押さえつける。オッケー、マジで綺麗、マジで綺麗に波巻きできます、このやり方。残り一束になったら内側からやっちゃう。オッケー、身ができました。そしたらこれをまだ動かさないので、待ってるうちに前髪もやっちゃいます。本当はもっと短かったんですけど、今伸びてこれぐらいです。あ、で固定忘れてた、ボダナの固定です。40ミリとかのめっちゃ太いやつです。前髪はこの中心部分を取ったらスーッと、あ、上からじゃないです、毛先だけスッって、あんま巻きたくないんでパッツァなんで、この横の毛は外側に向かってシュッて、前髪一旦先にほぐします。はい、パッツンなんでほぐしてこんな感じで。モニョンちゃんって横のこのプレゲみたいなのあるじゃないですか、姫カットみたいな。だからいつも私こうやって全部巻き込んで外側にやってたんですけど、そうするとどっちかというと、MX のヘオンちゃんみたいなのになるんですね。オニオンちゃん風の時は、この髪の毛を外側に持っていくんじゃなくて、内側に持ってきます。ほぐします。髪の毛ほぐします。ほぐしたら、これをオイルでまとめます。顔周りとか結構パサパサ見えちゃうんで、めっちゃつけてください。この辺。こうやって。で、余ったので前髪にもつけます。はい。はい、これで完成です。どうですか？オニオンちゃんに近づけてるかどうかはわかんないんですけど、どうでしたでしょうか？髪型とメイクだけはオニオンちゃんに寄せれたんじゃないのかなって思います。で、これからもメイクとか髪の巻き方、ほんとたくさん載せていこうと思ってるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いいと思った方は、高評価と嬉しいコメントもたくさん待ってます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。